ち抜群な番組を目指すラジオ。皆さんこんばんは。包丁三姉妹の長女塚島サムネ役の飯田ひかるです。皆さんこんばんは。次女包丁のサムネ役の柳原かな子です。皆さんこんばんは。三女堀抜きまさむね役の春川ゆきです。包丁三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ、略して切れラジ、第35回スタートしました。はい、ということで今週は私、柳原かな子がオープニングを担当します。お願いします。お願いします。ということで今週も引き続きね、うん、3人の自宅からテレワークでお送りいたしますが、うん、はい、いたしますが、うん、ね、もう5月後半なんですけれどもね、うんうん、早い、うん、なんかさ、うん、早いしさ、暑くない、うん、いや、暑い、暑いなんか真夏だよね、暑さがさ。そう、ね、うん、私も夜とかもう半袖で寝てるもん。私も、もう半袖、ね、短パンで寝ないと、ね、眠れない、耐えられない、暑すぎて、うん、そう。まあ、まあ、アイスで乗り切る人もね、ここにはいるし、まあ、冷たいプリンで乗り切る人もいるんですけど、うん、はい、まあ、はるちゃんは逆に、うん、乗り切ってる？不安なんだ、私。乗り切ってる？確かにね、あの、タピオカはいつもね、そうそう、家にあるわけじゃないしね。でしょ？ちょっと不安、気になるね。なんだろう。不安ですよ、私たちは。え、でも、ほら、私はさ、プロのインドア派だからさ、別に家でも、もうすでにクーラーガンガンですよ。あ、もうクーラーつけてる、つけてんのね。つけてるよ。でもごめんな、私アイスだけじゃないの、乗り切ってるの。そうなんだと。暑い時は麦茶がいいの。麦茶、あの、なるほど。そう、私いつも麦茶冷やしてて、暑い時とかに一杯飲んだら、うんうん、あの、うん、麦茶ってね、体を冷ます効果があるんだって。そう、だからあの、しかもカフェインが入ってないじゃん、麦茶って。うんうんうん、だから誰でも飲めるし、そう、寝る前に飲んだらね、結構熱くない気がする、私は。うん、おすすめ。いいこと聞いた。うん、じゃあ皆さんもね、ぜひアイスと麦茶とプリンと、うん、おいおいあと冷房をガンガンにつけてね、夏対策で風邪ひいちゃうからまあね、まあね、まあ、どれかね、好きなのね、はい、好きなものを選んでいただいてということで、はい、まあ、それでは始めていきましょう。はい、キレラジ、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は明治館放送部の提供でお送りします。柳原かな子です。春川ゆきです。はい、ということで、うん、今週1週間おうち時間で皆さん、うん、何かありましたか？はい、はい、お、ありがとう。ひかるん、私ね、あの、うん、今いろいろおうち時間を使って、うん、料理してるんだけど、うんうん、あの、この前初めてね、あの、ローストビーフを作ってみたの。おー、そう、なんかさ、ローストビーフってこう結構難しいイメージあったんだけど、あるあるある、うん、なんかあれ、なんか適当に塩コショウ振って、でもシャーってフライパンで焼いて、あの、うん、鍋、沸騰した鍋にぶち込んで、うん、でまた冷蔵庫にぶち込めばできたのよ、うん、あ、そんな簡単なの？簡単ほんと。しかも あんま火通しちゃいけないから、そんな長い時間茹でないし、うんうん、まあ、15分かな、うん、全部で。味はどうだった、その？味は、超美味しい、超美味しい。いや、いいな、美味しそう酸味の効かせたソースも作って、うんうん、たっぷりかけて分厚く切って食べました、うんうん、いいな、いいね。いいけどさ、飯田さんさ、うん、先週さ、ダイエットするって言ってなかったっけ？確かに、あのキレトーク、あのキレトークの話はどこ行ってしまったの？なんかね、あ、すごい、でもすごいと思ったの。聞いて聞いて、
あのね、料理は確かにちょっとご飯はたくさん食べてるけど、あのアイスを1日2個から1個にしました。うん、それでも食べてるんかい。そう、どう食べてるね。てか2個食べてたんだね、まず2個食べてる。昼と寝る前に食べてる。そんな2個も食べてたのか、驚愕よ。暑いからさ。まあね、確かにね、うんうん、でもいいね、いつもね、うん、光は美味しそうなご飯作っててね。そうね、美味しい。いや、ちょっと、うん、羨ましいな。でも今度作っていくよ。やった、いや、食べた食べた。ぜひ。じゃあこのね、またね、こうスタジオで撮れるようになったら楽しみにしてますんで。行きましょう。やったやった。行きます。楽しみ。ワクワク。はい、あ、じゃあはるちゃん、はるちゃん。はい。雑雑。雑だな。ちゃんと聞いて、はるちゃんの話。じゃあちなみにとか。ね、なになに。うん、私は、うん、まあ、なんか結構オンラインで友達と話すことが多いんだけど、うんうん、最近はオンライン上で友達とボドゲをしたかな。なんかできるのそれは。で、通話つなぎながらさ、画面、今いろんななんかこうアプリとかさ、サイトとかでこう、うんうん、みんなで一緒に共通の画面を見ながらできるから、うんうんうん、そうそう、いろいろやったけど、そう、うん、そう、やりたい。そう、なんかオタク友達と、うんうんうん、ね、なんかオタクスゴロクやったのが楽しかった。何でしたっけ。なんかその、だからスゴロク、こうなんかいろんな人が作ったやつがさ、いっぱいあって、へえ、なんかこう、要はさ、オリジナルキャラをこう、各自用意して、そのマスをね、スゴロクのマスを進めていって、止まったマスに書いてあるそのキャラクターのことについて話すみたいな。どういうこと？ちょっと待って、ちょっと待って、ゼリックが今困惑してるんだけど。一瞬止まっちゃったんだけど。止まっちゃったね。あ、だから要はそのハルちゃん、ハルちゃんが、ハルちゃんが召喚したキャラの話をできるってこと？そうそう、そう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 。例えば、まあ、私の推し君だとしたら、はいはいはい、私が3、サイコロ振って、じゃあ3個マス進んで、うん、止まったマスに、その子との初デートはどこに行きますか、うん、みたいなことが書いてあったら、その子と行って、はいはい、私が話して、うんうん、他の、ね、みんなが、そう、うん、ああ、なるほど、なるほど、わかるわかるって聞いて、そうそうそう。まあ、そういうか、だからもう、うんうん、なんか推しの PR タイムみたいな感じ。そうそうそう。みんなで、その推し、うんうん、自分のね、うん、まあ、要は私の友達みんなさ、オリジナルキャラ作って楽しんでる人がいっぱいいるから、うんうん、はい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 、なるほどね。そう、その界隈で、空想上のね、はいはいはい、その界隈でね、楽しんでた、はいはいはい、いいじゃん、楽しそう。そう、エンジョイしてんな、ね、エンジョイしてんのよ、エンジョイしてるよ、みんな、みんなエンジョイして楽しそうだな、ね、うん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 。あの、カニャは、カニャは、カニャは、まあ、なんていうか、そのね、最近そのオンライン飲み会が流行ってるじゃない。うんうん、それでね、うんうん、なんか結構みんな飲んでるものが、うんうん、ほろ酔い、わかる？うんうん、ほろ酔いで、うんうん、なんか最近新発売したクリームソーダ味、はいはい、っていうのがあるらしいんですよ。そう、でもね、あの、私はね、あの、炭酸が飲めないんです。うん、そうだったよね。そう、ね、そう、だから、うん、なんていうの、みんながね、その、その飲んでる中、一人だけその、うん、ほろ酔いじゃないものを飲むっていうすごい苦痛をね。あ、みんなほろ酔いだったの。そうそうそう。で、しかもみんなめちゃめちゃ美味しい美味しいって言うから、はい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 、すごい飲みたい気持ちになるんだけれど、うんうん、炭酸が飲めないともう意味がないじゃない。うんうん、そうだね。だから、その最近ね、うん、炭酸をちょっと飲めるようになりたいなって、うんうんうん、思い始めてきた。うん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 、大丈夫。今日大丈夫、私もね、元炭酸飲めない系女子だから。うん、で、いつ克服した？中学校の時にね、早っ、おつまみの、はいはい、チータラとビーフジャーキーが家にあって、うんうん、でね、もうジュースがね、もうお茶か、はい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 、ファンタグレープしかなかったの。うんうん、でもちろん、それは、でも、お茶は違うだろうと思って。うんうん、で、まあ、確かにね、チータラとかを一口食べてこうグビって飲んだわけよ、ファンタをね。お酒じゃないですからこれ。飲んだらもうめちゃ、なんかわかる、こう炭酸はこうクッて喉に来てうってなったんだけど、炭酸の強みよりあの旨味、
旨味が来たのよ、喉に。あ、勝ったんだ。そうそうそう、このシュワシュワ感とこのおつまみの何、うん、濃ゆい味付けがすっごいあって、うん、うわーってなって、そっから飲めるようになった、うん、じゃあ私もじゃあつまみ食べれば飲めるようになるのかな、かも。私はね、私は結構おっさんだからあの好きな食べ物そうだよ、酒飲みの好きなんだよな。そうそうそう、私はそれ、そっか、うん、まあちょっとまあそれも踏まえつつ頑張ってちょっと克服しようかなって思いました、うん、おー、いいじゃん、いいじゃん。そう、ちょっとね、新たな挑戦ですよ、うん、うんうんうん、ちょっと頑張ろうかなって思います。頑張って、うん、はい、ということでね、うんうん、ここからは皆さんから届いたお便りを紹介していきます。はーい、あの先々週皆さん覚えてますか、うん、募集した覚えてるよ、ミニコーナー覚えてますよ、うん、そうです、あのミニコーナー、はい、包丁三姉妹のお悩み相談室、うん、イエーイ、イエーイ、仮ね、まだ仮だけど、はい、仮、過去仮、過去仮、まあ、こちらにねメッセージがなんと届きましたので、おー、早速嬉しい、ありがとうございます。ちょっとこちらから紹介していきたいと思います。はい、はい、まず最初はですね、うん、ラジオネームドームさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒカルン、はい、カニャ、おい、ハルちゃん、おーい、こんばんは。こんばんは。お悩み相談室を受け付けているということで送らせてもらいます、うん、はい、はい、最近、ま、おうち時間の影響で宅配中心となっているのですが、うん、ま、少しくらいは自炊をすべきかなと思っています、うん、いい、うんうんうん、料理初心者でもできそうな自炊料理を教えてもらえないでしょうか。うんうん、おー、あとね、フライパンとかお鍋とかある程度は揃っています、うんうんうん、というお悩みです。うん、うん、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、自炊するべきかなと、いい心がけよ。うん、えらい、えらい、ね、見習いましょう見習わないとな、本当にな、自炊、うん、ね、自炊か、うんうん、まあでもあれだね、うん、まあ私も大概さ、料理さ、まあ、はいはいはい、まあ、できますよ、料理くらいやればできますけど、あえてやらない主義の私からすると、はい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 、結構さ、料理って、はい、まあ、なんだろうな、片付けとか準備とかが割とさ、ハードル高いのよ、うんうんうん、あんまりやらない民からすると、はいはいはい、だからなんか私のおすすめ、うん、ズボラな私のおすすめがあって、うんうん、あのホイル焼き、ホイル焼きがすごい私はおすすめ。あんまりなんだろうな、ホイル焼きって結局フライパンの上にアルミホイルでこう具材を包んだものを乗せて焼くから、うんうんうん、なんとフライパンが汚れないんですよ。確かに、あ、そっかそっか、洗い物がすごい少なくできるから、うんうんうん、あと料理をあんまやったことないっていう人は手軽に始められるからすごいいいと思う。確かに、うん、あれだよ、そう、ホイル焼きすごい簡単だよね、うん、簡単、うん、超簡単で、なんか料理した感もあるし、うんうん、美味しいし、うんうん、なんか、うんうん、入れるものも、まあ、結局野菜、うんうんうん、まあ何でもキノコでも何でもいいし、うんうんうん、あと入れるものも何でもいいし、うんうんうん、味付けも私はいつも塩コショウ振って、うんうんうん、トマト、バターと、まあ、お醤油、うんうんうん、で、あとちょっとレモン入れるのが好きだから、うん、そんな感じでいつも簡単に味付けするんだけど、うんうんうん、まあ、要はさ、入れるものと調味料変えれば本当にいろんな味でホイル焼きができるから、うんうんうん、バリエーションもね、それだけでできるし、うんうんうん、簡単で美味しいし、おすすめです、うん、ね、確かに、ホイル焼きね、初心者がうんうん、あのね、おすすめなイメージある。なるほど、ホイル焼きと、うん、もっとここにもいますね初心者が初心者がいるみたいですね、うんうん、ありがとうございますうんうん、うん、じゃあ自炊、うんうん、自炊大好きなヒカルンは、うん、ちなみに、はい、私は、うん、一番最初はね、生姜焼きをおすすめします。いいね、美味しい。で、そう、うん、生姜焼きの作り方って基本的に先につけるのが結構なんか基本生姜のタレにね、なんだけど、うんうんうん、私もなんかつける時間がなんかもったいないじゃん、めんどくさいから、うん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 、まずフライパンに軽く刻んだ玉ねぎとお肉、生姜焼き用のお肉を並べて火を通します。で、火が通ったら、うん、醤油、みりん、酒、
で、これを1対1対1で大さじで入れます。で、砂糖を少し、小さじ2ぐらいかな、入れて、で、生姜を少し、つけないから少し多めに入れます。チューブ、4センチくらい。4センチくらいビーって出して、もうガーって混ぜるだけ。そしたら、すごく味の染みた生姜焼きがね、フライパン一つでできちゃうんです。めちゃめちゃ簡単なの。し、めちゃくちゃ美味しいの、これ。うん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 。すごい美味しい。そう。1対1対1、小さじ2。砂糖をちょっと。砂糖を少し。なるほど。そう。だからね、ほんとね、ほんとに3分5分でできるフライパン。意外とじゃあ時短だね。そう。すごい美味しいし、うん、私は。なるほど。生姜焼きがおすすめです。はい。はい。そう。1対1対1のね、覚えておくとね。1対1対1。確かにわかる。そう。わかりやすそう。うん。簡単ですよ。じゃあこれをぜひね、習おう。うん、あ、じゃあ、カニャさんはないんですか？え、なんですか？カニャさんはないんですね。え、あれですね、私はやっぱ納豆ご飯かな。はい、いつも通り。はい、納豆ご飯でお願いします。はい。はい、ということで今回のお便り紹介はここまでです。うん、はい、番組ではですね、皆さんからのメール投稿をお待ちしています。はい、メールアドレスは包丁アットマーク joqr.net、 包丁は hocho です。皆さんからの投稿&お悩み相談お待ちしてます。はい、それではここで一曲お届けします。現在ゲーム天下百剣山内でのイベント相当特務可愛いは正義の断りでも流れているこの曲です。フルバージョンも各配信サイトから発売中ですので、ぜひチェックしてみてください。粟田口国吉、乱れ東四郎、毛利東四郎で、シャイシャイシャイニング。このコーナーは皆さんから届いた注文をもとに切れ味抜群なセリフを言っていくコーナーです。今回は私柳原かな子が挑戦していきます。よし、頑張りやすということで頑張りやすということで、キャラクターの設定、セリフのシチュエーションが書かれたくじをね、組み合わせてぴったりなセリフを言っていこうと思います。スタッフさんの手元にそれぞれ A、B、C と書かれたね、お題があるので私が選んで見せてもらいます。うん、そう、はい、じゃあまずはね、キャラクターの設定を、じゃあ A で、ドキドキ A 言いたくねえ。ラジオネーム千切り大根さんからいただきました。キャラクターの設定、甘える犬。おちょっと待って、人間じゃない。
ちょっと待って。人間じゃない。初の人が行きましたよ。すげえ。そしてセリフはじゃあ、ね、C でいきます。ラジオネーム、あまあま紅茶さんからいただきました。ありがとうございます。セリフが、よく眠れそうなセリフです。あのさ、いやー、に、ちょっと待って、あ、甘える犬ってセリフが、よく眠れそうな、よく眠れそうなセリフ。セリフ。犬で睡眠導入ってことかな。いやー、犬ね。なんかね、動物って難しいよね。うん、ねえ、難しいね。うん、犬って。はい。お犬でしょ犬よ。まあまあ。ちょっと、頑張らせていただきます。楽しみだ。うん。注文が完成しました。それでは、いきます。あのセリフ、あのさ、シチュエーションじゃなくてさ、これただの犬の枕元にジャレに来た犬がいたはい、ということで今回の挑戦は以上です。はい、はい、ということで、ま、皆さんからのお題の投稿もお待ちしています。ま、ぜひね、優しいお題を受け付けておりますはい、以上、あなたの注文受け付けますでした。本当三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ、キレトーク。はい、ということでこのコーナーはですね、私たちが切れ味あるトークをできるように毎週当番がで一つのテーマについてお話ししていきます。まあ、今回は私、柳原かな子がお送りするんですけど、まあ、今回のテーマは、カニャの不倫事情というテーマでお届けしたいと思います。ではでは、お話ししていきます。あのね、まあ、不倫事情と言いますか、まあ、最近の私の不倫事情なんですけど、まあ、まずおさらいしましょう。まず私のその、プリン、毎日1日1個食べるっていう習慣と、まあ、あとね、私の特別ルールとして、誕生日とか、その、たくさんプリンをいただいた時は、まあ、あれですよ。その、まあ、1日1個を破り、まあ、5個でも10個でも15個でも、まあ、無制限に食べていいというルールを設けました。そう。まあ、そのね、ルールプラス1日1個、1個という決まりで私は毎日ね、そのプリンと過ごしているんですけれども、その、最近ですよ。最近、あの、プリンのね、飲み物が、コンビニとかでね、よく売られてるんですよ。あの、マックとかでも最近マック、あの、プリンのシェイクだったりとかが売れてて、でね、その、私がまず思ったのが、その、ま、プリンは1日1個って決まってるんだけれども、あの、プリン味の飲み物は、果たしてプリンに入るのかっていうのを、私はね、この、2週間ぐらいずっと格闘してまして、その悩みが解消しました。そう。で、その悩みを解消した理由が、まあ、プリンはね、その固体だから食べれる。そう。あの飲み物は液体だから、プリンには入らないだろうということで、私はね、最近プリンプラス、プリンの飲み物ということで、めちゃめちゃプリンの生活を送っていまして、で、その中でもね、最近、プリンの飲み物だけじゃなくて、プリン、イタリアンプリン、最近いろんなコンビニで売られてるプリンがあって、その中でね、すごい美味しいプリンがあったので、ちょっと紹介したいと思います。ローソンで売られてるね、ミチプーっていうプリンがありまして、このプリンがね、なんだろう、硬いんですけど、すっごい甘くて、なんかカラメルソースもそんな苦くなくてね、もうなんかね、食べた瞬間中で
もうバーンバーンバーンってとろけるので、ぜひね皆さんにも食べていただきたいと思って、ちょっと紹介させていただきました。まあね、好きなものをいっぱい食べたいという気持ちもあるんですけれども、まあ、食べ過ぎないように十分気をつけてね、美味しいものを食べましょうということで、まあ、今回はカニャのプリン事情ということでお話ししていきました。以上、キレトークでした。包丁三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ、エンディングの時間です。番組では皆さんからのメール投稿をお待ちしています。メールアドレスは包丁アットマーク joqr.net、 包丁は HOCHO です。皆さんからのたくさんの投稿をお待ちしてます。最後にお知らせです。3周年を迎えたスマートフォン向け美少女剣劇アクション RPG 天下百剣斬は好評配信中です。包丁三姉妹はもちろんですが、可愛いみつるぎちゃんたちがたくさん登場するので、ぜひとも遊んでみてくださいね。また私たち包丁三姉妹の夢追い花も収録された天下百剣斬キャラクターソングアルバム第2弾百花繚乱2が発売中です。全17曲入りの豪華なアルバムですので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、そして包丁三姉妹も出演しているテレビアニメ天下百剣名時間ようこそですが、なんと6月27日土曜日19時から ATX さんでの一挙放送が決定しました。すごいね、嬉しいんですけど ね、 嬉しいね、うんうん、こちら本当に可愛いみつるぎちゃんたちがね、もう賑やかにね動き回る、本当にね見てて元気になるアニメなので、ね、みつるぎちゃんたちの日常をもう一度一気に楽しみたい方も、まだ見たことのない方もぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。その他最新のお知らせなどは包丁三姉妹の公式ツイッターをご確認ください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今週も、うん、今週もいろいろお話ししていきましたが、うん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 、一個気になること聞いてもいいですか？はい、何ですか？プリン味の飲み物はプリンに缶、はい、プリンに数えないじゃんって言ったじゃん、はいうん、プリン味のアイスは、はい、え、アイス？アイスはさ、液体じゃないじゃん、固形じゃん。あ、アイスも入んないんじゃない当然のように言いましたねそこ、あくそ、お母さん聞いてますか？カニャのお母さん聞いてますか？どうだと思いますか？プリン、飲み物は液体だから入らないと言った柳原ですがアイスも入らないそうです。来たかはい、また考えますはい、それでは今週はお別れです。また来週も聞いてくださいね。ここまでのお相手は飯田ひかると柳原かなこと春川ゆきでした。それではまた来週、バイバイ。この番組は明治館放送部の提供でお送りしました。